市船9回表の攻撃の応援席の一コマでした。私は船橋市民で船橋市議会議員をやっております朝倉と申します。27日学生応援席の近くの一般応援席で学生応援の様子を撮らせていただきましたので、それを少しまとめてこれからご報告したいと思います。野球の方ではなくて応援の方に焦点を当てて撮っております。さて第1部でその15分にまとめた4月27日の決勝戦の様子を特集します。で第2部で船橋市でこれまで20歳のソウルをが広がってきた様子を少し振り返り、その中でジャスミンの曲も、その演奏の様子もお知らせしたいと思います。で第3部はよろしければですが、私も応援部やってましたので、その私自身と応援のことについて語りたいと思います。今西船橋駅 の京葉線のホームにいます。今から、市立船橋高校と木更津総合高校の千葉県大会ですね、甲子園の千葉高校野球の千葉県大会の決勝戦を応援に来ます。高校野球千葉県大会の決勝、甲子園出場をかけた決勝に来ております。千葉、マリンスタジアムですね。で、木更津総合高校対市立船橋高校なんですね。で私は船橋市民で20歳のソウルという映画を見せていただきまして、浅野大義君というか、方が、作った20歳のソウル、一ノ瀬ソウルが演奏される。そして、ぜひその彼の意思を受け継いでぜひ決勝に、出てほしいということで応援に来ております。ただ、10時開始の予定だったんですが、ちょっと雨のために今11時時点で待機中です。ちょっと再開開始のめどは立っていません。また開始されましたら、ご報告したいと思います。27日への日程変更は市船にとってはラッキーじゃないかと思いながら帰りました。2022年7月27日昨日順延になりました、高校野球千葉県大会決勝戦市立船橋対、木更津総合高校、本日は、10時から開かれます。これから4回表の市立船橋の逆転劇を見ていただきます。でまず席を学生応援席を移しやすいように2階席に移動しております。そして応援曲なんですが、浅野大義君の一ノ瀬ソウルではなくて、一般的に東京六大学野球でよく使われ、そしてそれを高校野球でもよく使われてます曲がいろいろあるんですね。でその中の明治大学応援団が使っている狙い撃ちと、山本リンダ狙い撃ちの替え歌の、応援曲が入っておりますので、これも非常に面白い応援曲ですので、ぜひ、お聴きください。狙い撃ちというのは山本リンダの歌ではその異性を狙い撃ちということだったんですが、野球の場面では相手を狙い撃ってヒットを打つという意味です。ぜひ お感じくださればと思います。船橋高校と木更津総合高校の千葉県大会の決勝に来ております。4階の表です。今、2対1でリードされておりますが、今反撃をしているところです。大学で使われてます。
も1、3塁です。千葉県大会決勝6回表、市船の攻撃です。浅野大輝君が作りました。市船コールの曲が今一塁側スタンドになりきれております。今ツーアウト1、3塁、1点得点のチャンス。相手方木更津総合高校も、応援頑張っておりました。9回の裏最後の応援の様子を、撮らせていただきました。勝った側も対戦した側に対して敬意を表する、これが応援の精神でありますので、ぜひ木更津総合高校の最後の応援の様子をご覧いただければと思います。応援席が、静かに見つめております。相手方、木更津総合も最後の応援、応援頑張ってしております。最後の打者でやっております。ツーアウトです。
これが最終スコアです。9回の裏に木更津総合が1点返しまして13対6で市立船橋の勝利となりました。木更津総合負けたとはいえ非常にいい試合をされて、非常に両者とも、精一杯戦った結果だと思います。市立船橋にはこれから、甲子園で頑張ってほしいと思っております。さてこの試合たまたまですが鈴木浩吾県議がいらっしゃってまして一緒に観戦させていただきました。その中でこれから甲子園に行くにあたって吹奏楽部などの その宿泊などの問題がいろいろ市が応援しなきゃいけないんじゃないかということを思いまして急遽このまま市役所に向かって松戸市長今日3時過ぎに市役所に船橋市役所に着きまして松戸市長に会うことができました。松戸市長も勝利を喜ばれていて宿泊も含むさまざまな条件整備については、これから、協議するということでしたので、ぜひ船橋全体で甲子園出場を応援していきたいと思っております。ぜひ選手の皆さん、そして吹奏楽部の皆さん、他の、その市立船橋高校の応援の皆さん頑張って甲子園でご活躍を、記念しております。第2部では吹奏楽部員としてイチューナソウル、そしてジャスミンなどのさまざまな曲を残されて、若くしの世を去った浅野大義君を取り上げた映画20歳のソウルと、その 船橋でのそれに関する動きについてご報告したいと思います。吹奏楽部が、市民ギャラリーで演奏したジャスミンの曲も入っておりますし私の市議会との質疑も入れております。市立船橋高校は東船橋駅愛称比嘉船の北口側にあります市立高校です。多くの高校が県立高校であるに対し市立の高校でありますので市議会で予算や教育のあり方について議論しております。先日も公共の授業のあり方について視察をさせていただきました。イチューナソウルなど数々の名曲を作られた吹奏楽部員浅野大輝君が若くして亡くなられた話は20歳のソウルという映画にまとめられてこの春公開され船橋市民のみならず全国で感動を生んでおります。船橋では、これは地方図書館の企画展ですけれど、20歳のソウルの映画を応援しております。で行えた映画の企画展の様子です。右側は前山崎副市長です。さてこれからこ の市民ギャラリーでの企画展で吹奏楽部が演奏した、浅野大輝君が作られたジャスミンを、お聞きいただきたいと思います。私が録画したやつをお聞きしていただきたいと思います。念のため吹奏楽部員の、お顔は隠させていただきました。それでは1曲目、浅野大義さん作曲ジャスミン神からの贈り物です。お願いいたします。
朝倉議員。次に市立学校の校歌等に卒業生、地域住民などが触れる機会づくりについて質疑いたします。市船ソウルなど応援曲を、多くを作り出し、若くして世を去った浅野大義君と市立船橋高校吹奏楽部の実話をもとにした映画、20歳のソウル、を5月28日、東宝シネマズで鑑賞させていただきました。命、生きることの意味を考えさせられ、船橋市民みんな、いや、日本全国の皆さんに見てほしいと思います。大義君の曲が今でも奏で続けられているように、同じ学校で、時を共にした音楽や曲は世代や時代を超えて受け継がれていくものです。船橋市の小中学校などご出身の方が、懐かしいと思ってホームページを見たとき、校歌の歌詞はほとんどの、ホームページに載ってますが、曲そのものが、音声では載ってないことが多いです。これは、ぜひ、載せてほしいと思います。今後、その音声もの掲載できるように卒業式などの機会を捉えて収録公開すべきだと思いますが、いかがでしょうか。学校教育部長。お答えいたします。現在一部の市立学校の校歌につきましては、学校のホームページにアクセスすることで校歌を聞くことができます。今後につきましては、ウェブ上で全ての市立学校の校歌を聞けるよう関係各所と連携しながら、校長研修会等を通して各学校に働きかけてまいります。以上でございます。それでは第3部最後です。この動画を編集してきた朝倉が、高校野球の応援や東大応援部の応援活動を通じて人生のヒントを得てきた話をさせていただき、高校生の参考にしていただければと思っております。私は愛知県豊橋市で生まれ、愛知県立修館高校に入り、野球部でも吹奏楽部でもなく公式テニス部をやっていました。ただどちらかというと勉強が中心で、典型的な進学校の学生の生活をしてきました。非常に影響を受けたのが実は高校野球です。当時進学校であった自習館は、非常に野球弱かったんですが、私が高2の時だけなんと愛知県大会でベスト8になりました。でこの文章にありますように、その名古屋球場に応援に行きまして、ズムレの中、そのスタンドで応援するという経験をした。1908年に東大に入りますと、実は東京六大学で6位が定位置だった東大が、なぜかその年早稲田慶応に連続勝ち点を取り4位になるという大きな出来事、赤門旋風というものが起きました。雨の中の高校野球応援、そして赤門旋風が重なりまして、先輩に勧められて私は東大の応援部に入りました。これは下級生の頃チアと一緒に得点を取った時に肩を組んで歌っている様子です。さて幹部になりますと、神宮球場で学生注目など全体の指揮を取るようになりまして、この時の経験が今も生きております。入学したての頃はこの左の写真のように、ガリメンタイプだったんですが、だんだんと、気力も体力も育てられました。時代応援部とともに力を入れてたのが学生寮での活動でした。その時の仲間が今明石市をやってます泉房夫さんで、その分野でもそのことはまた別の機会にお話しできればと思います。さて応援の技術は大学卒業後も役立ちました。これは予備校で受験生の壮行会でエールを振ってるところです。またネットワークはずっと続くものです。これは大学の現役学生と OB との交流で、左がリーダー、右がチアと交流した時の様子です。そして同じ神宮球場で切磋琢磨した東京六大学の仲間とは、今でも付き合いがありまして、このように同窓会を行っております。特に市船生の皆さん、今
滋賀県大会あるいはこれが甲子園で肩を共に組んで応援し合う仲間は、この写真のように一生付き合う仲間となると思いますので、ぜひその思いを持ちながら応援をしてみてください。せっかくですので、ここで高校野球にも取り入れられている東京六大学野球の本物の OB 会での姿を皆さんにご覧いただければと思います。明治大学応援団の OB のエールです。どうぞお聞きください。先ほど27日に日程が変更されていたことが一船の勝利に貢献しているかもしれないという話をしました。私は数学をやっている関係で数字に言語を担ぐ方なんですけど、私の東の橋に借りていたトランクルームは127、一船なんですね。ということで今回一船を応援させていただき、この動画を作れたことを何かのご縁と思っています。これから一船の皆さんがぜひ甲子園の空に一船ソウルを響き渡らせ、ぜひ優勝していただくことを祈念しております。どうもご清聴ありがとうございました。